日本で難民認定を求めるとかなりの確率でここにたどり着きます東日本入国管理センターに閉じ込められるのですこの場所は見た目も感じもまるで刑務所です今は300人が収容されています ほとんどの人は犯罪者ではありませんが、入所者に取材はおろか、姿を見ることさえ許されません。これが入所者が収容される部屋の一つです、すべて金属製です。まるで刑務所の官房です。この中で最大5人が暮らし、最長で1日15時間閉じ込められます。こちらにトイレと洗面台 そして窓が一つありますが、塞がれていて外は見られませんここに閉じ込められるのがどういうことか、この人は身をもって知っていますエリンさんは今では結婚して赤ちゃんにも恵まれていますそれでもトルコのク黒土人地域から日本へ逃れた後、1年半閉じ込められ、日本から出るよう毎日圧力をかけられました 法務省の判断でいつか国外退去させると毎日言われましたいくら頑張っても無駄だから自分から進んで国に帰る方がいいと出なければ国外退去させると私にとっては有名なグアンタナモ収容所と何ら変わりありませんでした日本で難民が拘留されると刑務所と同じです殴ったりしないかもしれませんが 精神的に毎日いびられます15年経った今でもエリンさんは難民として認定されていません日本に滞在できる唯一の理由は奥さんが日本人だからです日本では難民申請の99%以上が却下されます去年日本が受け入れたシリア難民はわずか3人でした 東京から北に1時間の家に最近イラクからやってきた若い男性がいます難民申請はしましたが望みはほとんどないと分かっています待っている間仕事に就くことができず携帯電話を持つことさえ禁じられています何の選択肢もくれないと男性は言います生活させてもらえないただ日がない1日ここに座っているだけまるで刑務所ですだから結局日本を出たくなるわけです 日本の難民制度はまるで申請者を追い詰めて日本から追い出そうとするための仕組みに見えます入国管理センターの個室にはたくさんのメッセージが残されていますこれは中国語で日本では外国の難民に人権などないと書いてあります